どうやらスタートはお父ちゃんの方がやや優勢か。おっと、ここでエイジン君なんとハーフスピンをしてしまいましたが、おっと、ここでなんとエイジン君スピンですね。やってしまいましたね。ああ、やってしまいましたね。2台のマシンが戻ってきた。さあ、差はどうか、差はどうか、ほとんど差はないか、ほとんど差はない。はい、こんにちは、マーティン・マイハーです。はい、今日はですね、モータースポーツの聖地鈴鹿サーキットやってきております。もうパパここにいるだけでね、超嬉しいんだけど、それだけじゃなくて今回ですね、なんと世界初の操縦できるバトルコースター、マジでデュエル GP っていうのにですね、乗ってエイジン君と戦いたいなと思います。今通ったやつね、今通ったやつ、これで戦いましょう。で、勝った人は松坂牛をいただけるというのはどうでしょうか。また今度だけでね。はい、はい、じゃあこのデュエル GP についてちょっと説明したいんですが、はい、コースを見ながらやってみましょうか。まずここ1コーナーね、はい、さっきもお伝えした通り、このデュエル GP は操縦できるコースターなんだね。で、2台同時にレースができること。最高速度時速約40キロでだって速いよね。速いね。全10種類のマシンがあるんだって。なんと鈴鹿サーキットの国際レーシングコースを再現したコース、ミニコースなんだって。すげえ、すごいよね。じゃあ早速やっていきましょう。はい、じゃあまずはですね、練習走行やりたいなと思います。はい、まずはパパが、運転席になります。で、その後ろに僕は乗る。そうだね。それでエイシン君にはどんな感じかちょっとフィーリングを確かめてもらって、で、その後予選っていう感じにしましょうか。はい、はい、じゃあやっていこう。じゃあここからですね、予選やっていきたいと思います。はい、で、予選はパパは先にゴールして、そのどんだけ後にエイシン君がゴールしたか、それプラス5秒のハンデにしたいと思います。はい、さあ、ここからは実況は私、マイチャンネル前原、そしてスペシャルコメンテーターにエイシンさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、現在コース紹介が行われておりますが、なんといってもこちらのコース、実際の鈴鹿サーキットと同様、非常にテクニカルなコースですね、エイジンさん。そうですね、油断するとすぐにスピンします。そうですね、今1コーナーから、そして S 字カーブへ抜けていきましたが、今ね、右の無人のマシンくるっと回ってましたよね。はい、そしてここが立体交差の後、ヘアピンカーブ、そしてスプーンコーナーで西ストレート、そして 130R と。鈴鹿の名称が詰まってますね、このコースにね。はい、で、最終コーナーでホームストレートということになりますね。はい、じゃあ予選の模様をご覧ください。さあ、予選がスタートいたしました。お父ちゃん、エイジン君のスタートはどうか。どうやらスタートはお父ちゃんの方がやや優勢か。おっと、ここでエイジン君なんとハーフスピンをしてしまいましたが、ご覧のようにハンドル操作を破るとすぐにカウンターを当てて体勢を立て直すといった作業が必要になりますね。そうですね。さあ、 S 字カーブを抜けた後、こちらもちょっと滑っておりますが、さあ、この後は実際のコースでいうダンロップコーナー、そしてレグナーコーナーへと差し掛かるわけであります。左へ大きくされております。さあ、どうやらお父さんの方が大量にリードしたところで、ここでまたエイシン君が若干スピンしたか。さあ、そしておなじみの立体コースへ抜けていくわけであります。なお、スピードは
自動でコントロールされていますので、ブレーキ操作は必要ありません。ハンドル操作に集中して楽しむことができますね。あと、ここでなんとエイシン君スピンですね。やってしまいましたね。やってしまいましたね。さあ、ところがどっこい、少しのミスでもすぐに追いつける設計になっていますので、最後まで気が抜けない白熱したバトルがご覧いただけますね。おっと、そして西ストレートから130まで差し掛かってまいりました。ここが最高スピードですね。そうですね、はい。さあ、最終コーナーを抜けて2台のマシンが戻ってきた。さあ、差はどうか、差はどうか、ほとんど差はないか、ほとんど差はない、ほとんど差はない。これは5秒のハンデは多すぎるのではないか。大丈夫か、おともちゃん。はい、ということで、予選終わったんですけども、なんとですね、1秒以内というエイシン君たった 0.5 秒、うん、5.5 秒エイシン君にハンデがあるということなんだけど、これやばいね。やばい。まあいいや、頑張るしかない、うん、頑張っていきます。じゃあこれでどちらが松坂牛しか決まるね、うん、はい、じゃあやっていきましょう、はい。さあ、デュエル GP、マイチャンネルの初代勝者はどちらでしょうか。エイシンさん、楽しみですね。そうですね。さあ、シグナルがオールレッドからブラックアウト、今スタートしました。まずは1コーナーの飛び、まずは1コーナーの飛び込み、まずは1コーナーの飛び込みはどうか。お、どうやら、どうやら両者大きなスピンはなく抜けていったようですね。ちょっとハーフスピンしてます。ああ、ちょっとスピンしましたね。さあ、このあたり左右にトントンとカウンターを当てながら S 字カーブを抜けていきますけれども、この時点でお父さんの方が一歩リードといったところか。さあ、順調に走行して、ちょっと太陽に振られてはいますが、順調に走行しておりますね。この時点では差はほとんどありません。お父さんの方がややリードといったところか。さあ、デグナーコーナーからまもなく立体交差に抜けるわけであります。やはりこの2戦でお父ちゃんとの差はご覧の通り。そしてヘアピンカーブへと差し掛かります。予選の時はここでエイシンさんがスピンしてしまいましたが、今回大丈夫なようですね。今回は大丈夫でした。よかったですね。さあ、ここの辺りもまだお父さんの方が若干リードしているといったところ。おっと、そしてなんとスプーンカーブでインについたエイシンさん、一気にここでお父さんをかわす。やった。さあ、西ストレートから130R もお父さん追いつけない。一気にこれで、これだけの差、これだけの差。さあ、最終コーナーを回ってホームストレートに戻ってまいりました。どうやらデュエル GP マイチャンネルの初代勝者はエイシンさんだ。よっしゃ、ハンデの意味あったのか。レースは何が起こるかわからない。まさに勝利の女神がエイシン君に微笑んだといったところでありましょうか。イエーイおめでとう。イエーイ、やった、ありがとう。ちょっとね、表彰台っぽいベンチがあったから、エイシン君1位でしたね。イエーイ、やったっていうか、何、ハンデいらなかったじゃん。うん、全然余裕で勝っちゃったね。うん、1回もスピンしなかったよ。あ、そっか。うん、いや、素晴らしい。いや、でも、すっごい面白かった、ね。うん、どうだった。いやー、めちゃくちゃ楽しかったよ。楽しかったね。うん、このね、ハンドルさばき、普通に走ってるだけじゃいけないのね。こう、スピンしようとしたら、逆にハンドル切るね。これがすごい楽しい。そう、まあ、パパね、もうレース好きだからさ、こういうコースすごい走っててね、泣きそうだった楽しかった。はい、ということで、このデュエル GP 気になった方はですね、ぜひ説明概要欄の方にリンクがありますのでチェックしてみてください。はい、ということで今回は以上でございます。最後噛んじゃった。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。